実家が、宝石業を、営んでいたので、生まれた時から、ジュエリーに囲まれて、育ってきたので、自然にここまで来たっていうのが、という感じですね。現在のコンセプトは、皆さんの心を豊かにするということを、コンセプトにして、ジュエリーを作っています。今はですね、ジュエリー、宝石は花と同じ、ものだというふうに自分は、考えてまして、花を花瓶にこう生けるというのと、一緒で、宝石を、ゴールドやプラチナや、に、こう生けるというイメージで、今ジュエリーを作ってます。そういうすることで、宝石たちが、すごく輝いて生きてくる。で、プラスしてその輝きで人の心を豊かにするという、ふうに、考えてますので、ちょっとそれを意識しながら、細かい部分まで、ちょっと、妥協せず、人の本当にリングの裏側まで、きれいに仕上げてっていうふうに、心がけてやっております。お客様一人一人、生活環境、育ってきた環境や今現在の環境が違いますので、それぞれ皆さん好みやなどが、違います。その中で、インスピレーションというか、そのお客様と話しする中で、こういうデザインがこの方には向いてるんじゃないかなとかっていうふうに、その時に、考えますし、またそのお客様一人一人に、ご意見をいただいて、気づくこともたくさんありますので、とてもお客様と話しするっていうことは、大切なことだなというふうに思います。なぜソリッドスケープなのかっていうのは、まず第一に鋳造性がいいということですね。私は主にプラチナが、の製品が多いんですけれども、プラチナをダイレクトに鋳造ができるっていうのがすごく一番大きいですね。その際に、寸法が変わらない。CAD で設計した時に、ダイヤのサイズを、決めて、設計するわけですけれども、そのままそのサイズのまま、鋳造から上がってくる、それはソリッドスケープさんの機械でしかちょっと可能ではなかったので、今現在はもうソリッドスケープオンリーで、やってます。設計したものを、狂いなく、造形できるっていう技術もすごいですし、ワックス素材を、造形するっていう、造形、ちゃんと造形できるっていうことが、すごく優れているので、もう今は現在、ソリッドさんの機械以外はちょっと考えられないかなという感じです。今現在はですね、準備しているのが、ネットでの販売、あと動画配信、あとですね、まだ、考案中なんですけれども、新しいサービス、もっとものづくりを、多くの方に知ってもらいたいなということで、ちょっと新しいサービスをちょっと考えております。まだそれは、実行するかしないかわからないですけれども、できるなら、年内中にはちょっとやりたいなというふうに、考えてます。で、今世界中が、コロナで、大変な時期ですし、またこのコロナがあったから今こういう形で、自分のことを紹介してもらえるチャンスをいただけたっていうこともあるので、今後は、そうチャンスをいただけたことを、糧に、もう少し、世の中のためになるような、ことをしていきたいなというふうに、自分は思っています。で、自分の作ったジュエリー、自分ができることっていうのは自分の作ったジュエリーで、人の心を豊かにするっていうことぐらいしかできませんので、できましたら、もっと日本
だけではなくて、世界中の人にの人の、心を豊かにできたらなというふうに、思っております。